はい、どうもハリウッドでございます。本日もファイナルファンタジー5続きやっていきましょう。なんとかここの拠点をねゲットしたんで、確かバーサーカーですよね。まあ何でもいいんですけど、正直で次は確か次の敵はあんまり強くなかった気がするんですよね。で、バッチャンは何にやってたんだっけ？ああ、魔法剣士ですね。魔法剣士なんですけど、ルーンブレード使ってるんで、魔法剣の意味がないっていう、意味のわからない状態になってるんですよ。で、白魔、時魔。そうっすね、時まであるんだったら赤まで時までいいんで、これでいいかなで召喚、金の髪飾りでエルメスの靴ですね。で先にレビテッドを入れておきましょうか。本当はダッシュ行きたいんですけど、おっちゃんは無視して、あの女の子から、あれ、あれ、あーびっくりした、女の子、あれカタストロフィー、重力100でレビテッドを解除してくるんですけど、これレビテッドしとけば、ずっと同じことしてくるだったはずなんですよ。結局。で、バハムート。せめて当てよ。重力100。こいつは全然でしたよ。で、アーシェイカーをしていきたい。で、オーディンのグングリルでもいいんじゃないかな。3000には強いね。アーサーカー強いで。あ、強い。普通に、バハムートするよりも、全然ええやんか。こいつは弱い。当てよ、せめて当てよ、せめて当ててほしい。あ、弱アポカリプスと大違い、アポカリプスと大違いなぐらい弱え、ビビるレベル。あのおっちゃんも全部倒して、宝箱取りたいですけど、あの姉ちゃんから、チャンネルから行けますか。あと、閉じ込められてたの。助けてくれてどうもありがとうございます。お礼よ。ちゅ、いらねえ。女やって。どういうことだ、これは。いらないんですけど。あるって、ロイテ。こいつはどうするんすけ？まあ、近くに、どうせ、回復があるんで、メテオガンガン行きましょうか。得意のメテオ。メテオとオーディン。メテオオーディンで。ほい。アルテロイテが正体を表す。はぁ、あ、はぁ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 。ジュラ・エイビスが正体ってことなんですね。これも、まあまあ、もうさっきのアポカリプスと全然違って、こう制限がないんで、余裕って勝手に思ってるんですよ。当たらないね、そして。攻撃が。こんなにも当たる、あ、暫定つけていけるじゃん。ってことは大したことねえな。多分同じですよね、全部。当たらねえ。
マシコの当たらない、なんとかしてほしいわ。28と全然当たんない。メテオの悪いとこっすよね。安定性ゼロですからね。安定性がないから女性に結婚相手に選ばれづらいっす。女性が求めるのは安定した収入ですから。うわっ、砂漠でこれずるいわそれ。あんま強くないけど一人消すみたいな。またか。あそこの宝箱はすごい楽しみです。アルテロイテが正体表す。こいつも暫定的に秒ですよね。結局別にメテオしなくてもいいか。ベースウィン、どれくらい ?300 くらいか。そんなにっすね。あ、グーグリクソ。ちくしょう。もう暫定付けが決まる前提での話だったんで。まあまあ、いつ。そんな1000とか、与えてこないでしょ。あ、来た来た来た、暫定付け。結局こういうことですか。結局こういうことよ。3体ともやっつけないといけないの大変ですね。最初のこのおっちゃんの状態でさすがに暫定付け決まらないってことなんですよね。上2人の攻撃当たらなすぎてですよ。あ、全然当たんないですよ。どう、それともこいつの回避率がたまたま高いから当たらないだけなんですか。よくわからないんですよそこが。さっきのおっちゃんの状態が心のおっちゃん状態当たりづらいってことだだけなんですよ。そう信じます。これは赤い靴か。赤い靴持ってんだけどな。あの宝箱も取りに行きたいっすね。やべ、うわ、魔法というか MP アホみたいに使ってたんであっという間になくなりました。いや、これはもう全部あれの宝箱のキーなんでね、取るか。レインボードレス、わざわざこいつらを全員一掃しなくてもいいんじゃねえかってちょっと思ってるんですけど。6体っすもんね。左上の宝箱取り行きたいな。まだ回ってないとこは確かにあるんですよね。このおっちゃん、心のおっちゃんっすわ。回避率が高いんですね。心のおっちゃんあれ柔道しとるで。はい、そういう理由で回避率が高いのかもしれないですね。5000! まさか、ハマったら強いっすね。シャキン。無理して全部倒したくない。当たんないんすよ。くそー、キャンクル狙いやがって HP が低いからって入らねー。まあいいっすけど、こっちおでんで追撃するんで。ほんと当たらんですね。こいつの、この竜になったら、OD が決まる。5000! すげえ。まさか、なんかあるのかな?巨人の斧なんて巨大な敵には攻撃力2倍とか。なんかそんなありそうっすよね。いや、イェイ。来るなよ!聞いてねえよ、それは。こっちまで出てくるとは聞いてねえぞ、それは。なんでこっちまでついてきてんねん。あの宝箱探しましょうか。で、もし、
なかったとしてもどうせ帰ってきたら MP 回復できるし、どっち転んでも勝ちです。軸いらんし、ダッシュダッシュ様様っす。ダッシュバックセーブしていって、うわー最悪、何なのこいつマジで。マジ何なの、出てくんだよ、おとなしく隅っこにいとけよ、バカなの。あーでもよかったっす、チャネラさんとバッチャの攻撃がすぐ当たったからすぐ落とせました。なんだよ、妖艶の中入っとけよとしか思ってないっすよね。まあまあまあ秒でやっつけれたからよかったですけど、ソードダンサー基本どうっすかね、強っ。バーサーカーがアホみたい強いんですよ。スピードは遅いんですけど、ね、僕スピードは遅いけど火力は抜群よ。じゃないっすね。こっちはエルメスの靴か。エルメスの靴は優秀っすからね。こっち行ってないっすよね。あーなるほどね、はあ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 、ということはどっちも行ったか。あそこの宝箱は上から行って置いてくるってことか。さすがにこれはあーバハムートかな。あんなでかい斧を、ブローネケンシはサノスケっすよね。あんなでかい斧みたいな。ザンバ通すか、ね、うわ、デスクロ残るんか。いや、チャンネルさん当ててほしいんですよ、攻撃を。当たったと。2割ぐらい、5割ぐらいですかね。2回に1回ぐらいしか攻撃当たらない気がするんですよ。をステージ張って、あとはさっきのチューした女の子とギガフレア3体だと思うんですよね。4体やっつけたと思うんで、登ってこっちね。で、そうっすね。左側の方に行ったら降りれるんじゃないかな。で、チャンファリさん、サリッサーをなんとか、ボス戦の前で、戻したいっすね、時空なんとか。この大きい城に入るときには、ダッシュ外して、時空をつけるか、さすがに。何よ忍者、忍者と用心棒ね。用心棒か、なんかだって娘たんすよね確か。これグングニルでも落とせると思うんすよ。忍者でかいな。 FF3 の時脅威でしたけどね。え、なんでこれミスリルドラゴンなんすか。これってめっちゃ、ジョバンスの第一世界の時出てたやつですよね。あれ待って、絶対なんか、あ、あったあったあった。ここですよね。マンイーターか。マンイーターは多分人、敵が人間系であれば、攻撃力が高いってやつだったと思うんで。さあ、こっからは、さすがに、サリッサ、ダッシュ外すか。
ダッシュ基本的に意地でも外したくないんですけどね。メテオに関係あるかもしれないから。あれ、エルフのマントじゃなくてエルメスの靴。ここは、ああ、なるほどね。ここで、ああ、はいはいはい、こう行くと早く行けますよっていうようなことですね。わあ、え、逃げられないよ。私の死ぬキッスをさっき受けたの。いらないけどね。誰、怖い。これお父さん似てるよね。あの、可愛かったけど。次元城の王、はるかる、ナッソ様。男かい。男かい、女だと思った。ハルカルナッソス様。ハルカルナッソス。これ男なんですか、ちなみに。まあ、まあ、佇まいとしてはかっこいいっすよ。これルルルルルル。ちょっと待って、何してんの、こいつ。ってことは、カエルをちょっとずつ直していかんといかんのか。定期的にしてくるんですかね。これは。そしたら定期的にしてくるんだったら早めに終わらしたいですね。いつも早めの早め寝てよで。いつもの早め寝てよです。2番回転させられたら、あれっすね。バーサーカーは、もうずっと後ろにいるしかないですよね。いい迷惑ですわ。ちょっと早、ちょっと短期決戦じゃないですけど、またくるるるるるるしてくると思うんで。これ、どうしよう、クイック。まあ、クイックするまでもない気が、立ち振る舞えば結構好きですけどね、こいつ。FF2 のリチャードっぽいですけどね。ハルカルナッソスさんは。おでん。ブッグリルでも十分なんで、これメガフリアとあんま変わんねえかなと思ってるぐらいですね。パワーを集中。バカなの。くそー。アレイズかな。いやーめて、もっと攻撃力入ってほしいっすね。なるほどね。パワーを集中。あー。全体攻撃がない分、まあ、まだマシですね。単発で強いのは、耐えようと思ったら耐えれるんで。とにかく寝てよ。困ったら寝てよ。くっ。ケアルが。あー、オッケー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 。あんま強なかった。ハルカルナッソさん。こんな強なかったっすね。言うてそんな強なかったっす。あ、こっから連戦だったと思うんで、あと2体ですよね。ここ覚えてますわ。多分勝てると思いますけどね。ここまでだ。この先の無の封じられた空間には行かせん。こいつがギガフレアおじさんですよね。スインタニア。バイタルウェーブ。すげえ。強いけどこっちはメテオがあるんで。メテオ連打です。一発でやられなければ。嘘うっそー、マジかよー。あー、そういうことがカウンターなのか。で、またやり直しか。くそー。甘く見た。甘く見ましたね、さすがに。くー、戻してあげようか。で、また魔法使ったらメガフレアが来るのか。
どういきますかね。あの、変え、くるるるる倒したら、一回戻るか。一回セーブしに戻った方がいいっすね。で、魔法を使った攻撃をしない方がいいわけですよね。それかカーバンクルーで、メガフレアを反射。メガフレア反射できるんじゃないですかね。と勝手に思ってるんですが。そう、あんなことになると魔法をうかつに使うなってことですね。物理で来いってことか。まあ、物理でも負けないって負けないですけど。上二人が強いんで。この戻し作業はちょっとめんどいっすね。やっぱちゃんとこまめにセーブっすね。こまめにセーブしないからこんなことやるんですよね。まあでも今だ初見殺しみたいな気がしてますよ。正直初見殺しでしょ普通に今のは。完全なる初見殺しにしか見えなかったっす。このフューリーとかは、うわー、デスクロー。ヒバルのね。デスクローされても、あ、そっか、麻痺が入らなかったんすね、じゃあ。一瞬ビビりました。デスクローされてるのに。動けるんやと思う。ちゃんですこれ。あー、それレイジ入れようと思ったんですけど、バーサーカーが自動で動いちゃいました。どっちかっていうとメテを使うから。アリサの方が MP が大事な気がしてる説。一応、この扉はもう帰り道なんですけどね。この、クルルルルをやっつけたら、こっちの帰り道から、サクッと行ったらすぐセーブできると思うんで。で、こっち行って、で、アビー、で、時空ね。月がないっす。月なしですわ。エルメスの靴だね。これ、ですよね。何回かなったら逃げられないようですね。こいつはそんな強ないで。私のっておっさんでしょ、これ。王様って言ってるから。おっさんなんですよね。変な趣味あるな。そんな趣味ないっすけど、うちは。くるるるるるるる。これ S ナーは使えなかったっすよね。じゃあ、乙女の、早めに、復活させといて、もう、かなり、先手先手で、そんな強ないっすから。バーサーカーを、あとは地盤回転で、変な感じにならなかったら、意外と結構楽にいけるんじゃねえかと思ってますけど。メテオが強いっすから。初めてファイナルファンタジー5したとき、こんなにメテオ使わなかったんですけどね。メテオがめちゃめちゃ強いやつ。普通に。村があるんですけど、村があるけど、メテオがめちゃめちゃ強いっす。メテオを覚えたら、メテオやめれないっすね。
だいぶラグがあるんですよ。メテオが強い。あー、しまった。オーディンしたかった。多分オーディンでもメガフレアでも、あんま変わんないですよね、攻撃力は。エフェクトが長いから。青しバンバンバンね。これも即死ですよ。いいね。あー、これっすわ。こうなると、なんでラサーが戻せないっすよね。ヘイストすんのか。デスペリたいっすね。チャンクルに余裕があったらデスペローかな。もうそろそろ終わるかな？オッケーっすね。このオカマ変態野郎が。こっちとらそんな趣味ないっつ。こっちとらそんな趣味ないっすよ。そもそも。あれ？一回一回開ける？多分帰ってきたら開いてんすよね。じゃないとおかしいっすよね。こっちから行った方が早いっすよね。あのセーブポイントから。したら、さっきのメガフレアやろうと、対応してるのもそんな時間かからないし、メガフレアもしやっつけれたら帰ってきてセーブしましょうか。また同じようなことになる可能性があるんで。めちゃめちゃ逃げたいですけど、本当は。もう、うーわこいつら、正気かよと。バッケなやつは、もう魔法使わないったら反射だから。物理で押す感じですよね、ヘイスト。それとも、カーバンクルで返した方がいいのかなぁ。まだ、どういう戦い方をするのがいいのか見えてないんですよね。マジっすかマジかよ。まあいいっすけど、一回か閉まるのね。セコムしっかりしとるわ。本当にセコムしっかりしてます。長嶋茂雄さんも吉田沙保里さんももうにっこりですわ。あ、そんなにねめちゃめちゃ大変ってわけじゃないからいいんすけど、流れ的に楽できるって思うやないですか。そうはいかんざけなのね。まあいいっすけど。あ、レビテトもつけときますか。あ、成果してこないとも限らないですから。強い。おでんでサクッといきたいですね。あー、おでんでサクッといきたかったな。強い。こんな強いの。硬っ。いや、マジ、決めてよ。決めてよ。めちゃめちゃ強いじゃないですか、こいつ。めっちゃ強いんですよ。さあ、勝負ですね。帰ってきたで。全員満タンにしてて、で、まあでもこれでいくか。魔法はダメですよね。ノー魔法でいかないといけないですね。ってことはゴーレム入れて、あ、しまった。あれがないっすわ。エイト入れてなかったサリさんに。まあ、いっか。あ、ダッシュにしてんのか。バイタルウェーブ。うーわー。マジっすか。
強えぞこいつ。サリサを生き返らせる余裕がないかもしれないです。アトミックレイ、オッケーオッケー。これはあんま食らってないんで。ダイタルウェーブ早いんすよ回転が。いやー、うわー、なるほど、カウンターか。なるほど、カウンター。あー、魔法はメガフレアで、魔法はメガフレアしてきて、物理に耐えたらダイタルウェーブをしてくるって感じですね。 OK です。じゃ対策をします。はい、ということで今回はこれ終わりたいと思います。次の動画を見てください。それでは失礼します。バイバイ。